これはこの本で私も初めて知ったんですけれども、サプリメントのアメリカサプリメント大国のですね、人気ナンバーワンはですね、ビタミン D らしいですね。で、まあ、キノコとか、まあ、あと日光を浴びると活性化されるんですけども、実はこれは前から知っていてすごく問題だと思っているのは、その日本人の 80% 以上が実はビタミン、血中濃度ですね、ビタミン D 不足状態で、私もちゃんとそのサプリメントで補充するようにしているんですけども、やっぱりビタミン D っていっぱい取ってもすごいことが起きるようなスーパービタミンではないんですけれども、欠乏するとくる病っていう、まあ、骨がボロボロになる病気になりますし、少し不足しているような状態でもやっぱ骨、私ずっと骨の研究やってたんですけども、やっぱ骨も弱くなりますし、免疫機能とか糖代謝とか、まあ、筋肉に対しても異常が出てくるので、まあ、そういう面ではやっぱり こういうこのなんか人気ナンバーワンっていうのも分かりますし、もっとその補充することを考えるべきかなというふうにこの本を読んでもさらに思った次第ですね。で、納豆を食べようっていう題なんですけど、これはですね、例えば NMN とか、まあ、ビタミン D もそうなんですけど、食べ物から十分量補充できないからその足りなくなってくるんですけど、でビタミン K はまあ骨にも大事ですし、ポリアミンっていうのはもともと補充すると老化が遅れるって動物、実験で分かっているものなんですけども、実はですね、これ納豆が好きな人は納豆を1パック食べるとですね、有効だと思われる量が、補充できる、結構珍しいタイプのものなんですね。私もなるべく納豆を1日1パック食べるようにしています。やっぱりこれは何のためかというと、まあ、一つは骨の健康っていうのと、もう一つはやっぱ老化全般が大事と。で、納豆苦手な人は、ビタミン K は特にビタミン K2 は海藻ですね、海苔とか海藻類ですね、いっぱい入ってますし、ポリアミンは豆にいっぱい入ってるんですけど、それ以外にも発酵したものですね、例えばチーズには結構かなりたくさん入っているので、まあ、そういったもので補充するっていうことが大事だということが分かります。この辺は本からの補足情報を少し付け足しています。で、これがこの本の中でも最もインパクトがあるデータだと思うんですね。おそらく知らない人がほとんどだと思うんですけれども、健康寿命を縮める食事の因子のすごい大規模なスタディが行われてまして、その中の、1位がですね、最も死亡リスクを上げる、あるいは、健康寿命を縮めるっていうのは、全粒穀物の摂取が少ない。で、まあ、簡単に言うと、食物繊維が少ないってことなんですけれども、この全粒穀物っていうのがおそらくポイントで、穀物の皮を食べましょうっていうことなんですね。なので、やっぱり玄米とか、まあ、もうちょっと言うと発芽玄米とかでもいいと思うんですけども、まあ、パンも米も白いやつじゃない皮の部分を食べると。で、やっぱ、大麦なんかは非常に食物繊維も多いですし、糖質としてもレジスタントスターチも入ってますし、まあ、様々なポリフェノールが皮の部分に入っているので、まあ、そういったものを、1日そんな大量じゃなくてもいいんですね。例えば、バーリーマックスっていう大麦だと1日 12g 取ればいいので、そんなに大変なことではないんですね。なので私もまあこれを読んで、ますますそのやっぱ白いお米も美味しいんで、それはそれで楽しむとして、まあ、こういう全粒穀物をしっかり食べると。でそれはやっぱり腸内細菌の環境を整えるというのが非常に重要だということをここで示しているんですね。それが健康寿命をある意味決めているっていう、まあ、結構なインパクトがあるデータだというふうに思っています。で、これ睡眠の、本当世界的大家の柳沢先生をもってしてもですね、1日の睡眠時間が7時間付近の人が最も寿命が長いっていうのは確立されたデータなんですけども、なんでですかって聞くと分かりませんっていうことらしいと。なぜならですね、睡眠時間が長くても、で寿命が短くなるのは、いい睡眠が取れてないからかもしれなくて、まあ、いろいろなその解釈ができるので、まだはっきりわからないという慎重な立場なんですけど、少なくとも
7時間で満足してすっきり起きれるような人っていうのは健康だということが言えるというふうになことですね。でこれもかなりインパクトがある話だと実は思うんですね。多くの人は、眠りに入った最初の90分とかのノンレム睡眠がこうガッと深いっていうのが睡眠の最も重要だとかって私もなんか習った気がするんですけど、最近少し変わってきているみたいで、実はノンレム睡眠からレム睡眠に入るこのレム睡眠の長さも非常に重要で、レム睡眠が短いと死亡リスクが高いというデータもあるらしいんですね。この本には出てこないんですけども。なのでやっぱりしっかり寝るっていうことが大事だっていうことが、柳沢先生からのメッセージがあっています。フレイルと認知症の関係が記載されているんですけども、これも一見当たり前のでかなりインパクトがあるなと思っているのは、体が弱ってフレイルって呼ばれるような状態、あるいはプレフレイルって呼ばれるような状態になると認知症になりやすくなるっていうデータがある。一方体はどんなに元気でも、認知症に一回なってしまうとフレイルになりやすくなる。でお互いがお互いを加速してしまうので、まあ、これは両方ともそのなってしまうと戻すのは結構大変なんですけども、予防できるものなの でしかも先ほど、言ったように、まあ、がんとか認知症に関してもそうですけど、フレイルもそうですけど、まあ、日常生活で少し気をつけることが、まあ、非常に大きなインパクトを生むので、まあ、そういうことがこの本で記載されているということですね。で免疫は大阪大学の宮坂先生書かれているんですけれども、ちょっと専門的な内容ですが、この自然免疫っていうのと獲得免疫っていうのが免疫では大きく分けられて、自然免疫の方はまあ、ウイルスとかが来たらパクッと食べる食細胞ですね、マクロファージとかあるいは NK 細胞みたいなものがパクッと、今で言うとコロナウイルスが来てちょっと体の中入ってきてもパクパク食べてくれるっていうのが強いと、そんなに、感染もしにくいですし、重篤化もしにくいと。一方、今、ワクチンが、いよいよっていう段階ですけれども、まあ、これはワクチンを打って、ウイルスに対する抗体を作るっていうようなことを、まあ、獲得免疫っていうわけですけれども、まあ、両方ともですね、免疫機能は加齢で低下するってことが書かれています。で、まあ、特に、自然免疫ですね、ここ私の、知識も少し加えて書いてありますが、特にこの NK 細胞、ウイルス、こういう数には重要だと思うんですけれども、数は減らないんですけれども、年を取ると活性が低下するっていうふうに言われていて、年を取ってくると、ベースとして体の中でプス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 、この、弱い段階の慢性炎症と呼ばれているものが起こっていて、それがまあ全体としての免疫力 そのバランスを崩しているということなんですけれども、まあ、ここでですね、何かを食べれば免疫力の強化になるというようなことが紹介されているとすごく嬉しかったんですけれども、この本では、まあ、これを食べれば大丈夫みたいなのはないよと。ただ、やっぱり適度な運動っていうのはいいよというふうに言われてます。実際、スポーツ選手が、アスリートが、合宿を終わって帰ると、まあ、こういう免疫系のパラメータっていうのは非常に改善するというようなことが書かれていますね。農家と玉ねぎとカレーって書いてあるんですけども、これはですね、まあ、今、老化の原因の一つの仮説で、今までは例えば筋肉とか、まあ、ある臓器、例えば心臓とかが、老化するっていうのは、臓器全体が弱まるんだろうっていうふうに思っていたと思いますし、私も思ってたんですけども、実は、まあ、ある臓器の全体の細胞が弱ってるわけじゃなくて、ポンポンと、まあ、点在している老化細胞って言われてるやつがいて、で、そいつがこの周りに炎症を起こしたりして、まあ、組織全体を老化させる、あるいは個体全体を老化させるっていうふうに言われていて、で、少なくともこのマウスだと、点在している老化細胞を、まあ、技術的に殺すとですね、老化が非常に遅れるということで、今、非常に話題になってますし、創薬の分野でも、老化細胞をターゲットにしたものが非常に盛んに世界中で競争されているんですけれども、じゃあ、老化細胞を日々除去したいというので、これ、劇的な効果はまず期待しない方がいいんですけども、ただ動物実験では、報告されているのはですね、一つは、ケルセチンって呼ばれている玉ねぎの特に
パリパリの茶色の皮にいっぱい含まれている、まあ中身にも含まれているんですけど、そういう物質、だから玉ねぎ食べる。もう一つは、ご存知の方も多いと思うんですけど、ウコンですね。クルクミン、黄色いやつ。あれも、老化細胞を減らせるって言われてますし、あと、ピセチンって言われている、まあ、いろんなフルーツによく含まれているんです。こういうものをしっかり食べるっていうのは、まあ、何らか効いてくるんだろうなっていうようなことが、まあ、この本でもこの3つが出てくるんですけども、それと、もう一つは、まあ、こういうものを食べて、なんでそうなるのかっていうのを考えると、まあ、太りすぎを防いで、ちゃんと腸内環境を整えましょうって。まあ、老化細胞っていう、この、そういうところ、この、点在している細胞をターゲットにするにしても、その、まあ、ある食べ物でそういう細胞をターゲットすることもできますし、やっぱり、全体の腸内環境を整えるっていうのが大事だっていうところ。運動は日体大の中里先生と岡田先生が、お話しさせていただいているんですけども、まあ、一つ言えることはですね、ずっと座ってんのは良くないと。職場で、立ったまま仕事したら、いいんじゃないかっていう話もあるんですけども、あれなんか最近、まあそうでもないよっていうデータも出てきているんですが、ただ言えることは一日中座りっぱなしは絶対良くないと。だからやっぱり運動しなきゃいけなくて、これも、すっごい努力しなくても、5分から10分のジョギングとか早歩きでも全然効果あるので、やりましょうと。で、もうちょっと欲張るとですね、最大酸素摂取量ですね、VO2 マックスって言われて、要は、呼吸器能力を高めるようなもの、ちょっとハーハーいうような負荷の高い運動をするともっと効果的だということが分かっている。で、ここでも登場するんですけれども、その認知症のガイドラインで推奨されている最上位のものはやっぱり運動で、運動するっていうこと自体は、そのいろんなメカニズムで認知症に対してまあいいということですね。で、これは空気とわさびっていう話なんですけども、これも私は本を読んで初めて知ったんですけども、人間って1日に20キロも空気を吸ってると重さとして、まあ出してるのでたまらないんですけども、だから最も、いっぱい取り込んでると。まあ、当たり前ですよね。だからタバコ吸うと、まあ、肺が悪くなるのは当然ですけども、それよりもっと悪いって書いてあったのは、大気が汚染されている状態。例えば PM2.5 がすごい高濃度のところで生きていると、まあ、すごい。で、その中で登場するのがですね、中国でブロッコリー由来のスルフォラファンというのを、摂取するとですね、尿中にベンゼンみたいな、ああいう毒、まあ解毒って言われているようなんですね。ベンゼンみたいなものがバーッと排出が高まるという。で、これも、まあ経験的にも、まあ、世の中でも結構言われていることで、まあ、緑黄色野菜を食べると、まあ、そういう解毒作用があるということなんですけども、まあ、我々はその、まあ、ブロッコリーのスルフォラファンもありますし、我々が今注目しているのはわさび由来のスルフォラファンなんで、まあ、そういうものも、わさび由来のスルフォラファンも、まあ、抗酸化作用も人であることは確認されてますし、まあ、中高年の脳機能を上げるというようなデータもあるので、まあ、そういったこととこういう解毒作用っていうのはまあ関連があるんだろうなと、この本を読んで感じたところですね。一般の方はあまり馴染みのない言葉だと思うんですけど、ドハドという、小さく産んで大きく育てるは間違いっていう話なんですけれども、これは小さく生まれた子が悪いってわけじゃなくて、ちゃんと本にも小さく生まれたからって突然大きくしようとするなと。しっかりと段階を踏むべきだっていうのも書いてありますけれども、これがやっぱ大事なのは、その胎児の状態のディベロップメントの状態も非常にこの中高年以降の病気の発症に対して大きく効いてくるっていうこともありますし、もっと言うと、その成長期ですね、生まれた後も非常に効いてくるので、まあ、生まれてからこう死ぬ最後の 日までこのトータルで健康を考えるっていうのが大事で、まあ、ここに出てくる有名な医療疫学の話っていうのは、オランダの飢饉の時ですね。それを乗り越えた後に、おじいちゃんが肥満だと孫が肥満になるみたいな、そんな話ですね。はい。で、これはエピジェネティクスの世界で今すごく研究が進んでいると。